フランスの宿敵対決、マルセイユ対パリサンジェルマンの試合をお届けします。ホームのパリサンジェルマンは一体どのような試合を見せてくれるでしょうか。今日は晴天のパルクデプランスで試合が行われます。ご覧の通りピッチコンディションも良好です。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。リーグワンのこの一戦、パリサンジェルマンがオリンピックマルセイユと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。Le numéro 37, James Maddison. Le numéro 17, Martin Odegaard. Le numéro 39, Riyad Mahrez. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Le numéro 15, Jozy Bilicic. Et enfin le numéro 10, Neymar.こちらがパリ・サンジェルマンの先発メンバーです。かなり昔に流行した 4-2-4 ですね。 4-4-2 よりもサイドの選手が高い位置を取ります。こちらがマルセイユの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。マルセイユ対パリ・サンジェルマンの試合がキックオフを迎えます。これは面白い試合になりそうですね。これは見事なインターセプト。今日のホームは1対1のチャンス。最初から試合が動きそうでしたが、得点を決められません。まだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。ムバッペ、うまく読んだインターセプト。折り返せるか。マフレズ、勝ち越しゴールなるか。ここは枠を捉えきれません。ギルフィー・シグルズソン、ケビン・ストロートマン、いいボールを送りたい。このヘディングはわずかにポストの外でした。タイミングは良かったんですが、少し運がなかったですね。イリチッチ、これは見事に奪いました。裏も見えていたのか。スルーパスを出した。何が狙いでしょうか。ゴール決まった。ここで先制点決まりました。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。ドリブルで持ち込んでいます。このボールは決定的。決まった。マルセイユ決めた。
リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてミドルレンジからキーパーの届かないところを狙ってきました。針の穴を通すようなコースでしたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。しっかり見えています。シュートのチャンスだ。素晴らしいセーブでゴールを死守。このボールはコーナーキックになりました。このコーナーは誰に蹴るか。攻撃の流れを切ります。通りませんがまだあるか。試合の途中ですが他会場でスコアに動きがあったようです。はい、最初のゴールがニースに生まれています。現在スコアは1対0、時間は25分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。いいところへ出した。これはオフサイドです。チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。ホセルイス・モラレス・ノガーレス、ここからどうするのか。中にクロスが入った。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたがコースを狙いすぎたのかもしれません。ムバッペ、マーフレズに渡った。ボールはエンバペ、イリチャンス来た。キーパーがセーブしました。チャンスでしたが得点にはなりません。うまく抜け出したと思ったんですけどチャンスを生かせませんでしたね。イリチッチ、ムバッペ、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。はい、パリ・サンジェルマンはどうしちゃったんでしょうか。とにかく後半チームを機能させるためにも今のうちに得点しておきたいですね。ケビン・ストロートマン、スルーパスが味方に通る。これはチャンス。倒れて1対1をしのいだ。ナバスのファインセーブ、ボールを入れました。シグルドソン、ディフェンスの選手がシュートブロック。ドリブルで相手を揺さぶります。ゴール前で振り切った。ナバスのファインセー、1対1を止めました。さあボールを蹴った。前半終了です。ちょっとさあ後半のキックオフ、マルセイユのリードで折り返しです。ボールが足につきません。ルーズボールだ。今のところポゼッションはパリ・サンジェルマンが上回っています。しかしほとんど攻撃らしい攻撃が。ゴールは見えるか。どう動くか。これは痛いミスになりました。福西さん、決まっていれば1点差でしたね。はい、試合の流れも引き戻せたと思います。しかしこういうチャンスを作っていけるならまだ追いつけるかもしれませんね。マフレズ、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。マディソン、ここはシュート。難しいシュートでしたが枠を外れます。シグル、入ってきたぞ。1対1をしのいだ。ナバスのファインセー、ボールはゴール前へ。見事なタックルです。
これはカウンターのチャンスです。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。クロスを狙ってきますか。インターセプトでチームを救いました。絶妙なパス、これは味方に通らないか。攻撃を断ち切れていない。ゴール決まりました。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。諦めずに得点も狙ってほしいですね。抜いた。最後は1対1でしたが決められません。ゴールに意識が行き過ぎていたんでしょうか。相手の反応を見てから対応するぐらいの余裕が欲しいですよね。おっと、裏へ出した。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いや、本当によく止めましたよ。これはコーナーキックです。ボールを入れました。ボールをクリアしました。思い切って打てるか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。クロスはブロックされました。しかし今のはすごいセーブでしたね。ゴールキーパーを褒めるべきでしょう。これはパリ・サンジェルマンのフリーキックになります。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。ムバッペ、さてどうやら他会場の試合でスコアが動いたようです。はい、3点目のゴールがモナコに生まれました。現在スコアは3対0。時間は、これは絶好のチャンス。ナバスのファインセーブ、1対1を止めました。このコーナーは誰に蹴るか。ここはクリアされました。ここまでのパフォーマンスを見ればこのスコアも納得ですよね。1対1のチャンス、ここは大きくクリア。チャンスでした。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。チャンスにできるか。前を見たい。あとは決めるだけ。ゴールだ。キーパーがポジションを外していた。ガラ空きのゴールでボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。さあどう来るのか。入りました。ゴール。これはうまくシュートを打ちました。映像が来ました。
完璧なワンツーパスでディフェンスを置き去りにします。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。かなり一方的な試合展開です。ギルフィ・シグルズソン、ドリブルで相手を揺さぶります。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。またコーナーキックになります。コーナーキックを蹴った。このシュートはうまくブロックしました。狙う、ナバスのビッグセーブ。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームが勝利しました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。決めた1点は勝利に